初段断着5秒前断着今障害処理援護射撃開始。特化部隊による障害処理援護射撃が始まりました。広い地域を覆い隠す発煙弾の効果をご覧ください。第2弾発射。消火中隊長、こちら施設長隊パンナ隊及び五台正面の地雷原を処理する。こちらの洗車中隊長、了解。洗車場隊長、こちら施設長隊4、5台にチェック確認、援護頼む。こちら洗車場隊長、了解、援護する。74式洗車小隊が施設小隊の障害処理を直接妨害する4の台の敵を射撃します。トンネルの方から大流反省中、障害者メイク打ち込む。特化部隊および戦車部隊の射撃援護のもと、施設小隊の9人式地雷原処理車が左の台および右の台で処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。74式戦車小隊が障害処理を妨害する5の台の敵戦車を射撃します。5の台に入る反対で障害者メイク受け込む。障害処理を妨害する敵は戦車および特化部隊の障害処理援護射撃により制圧されました。左右の台の地雷原処理車がランチャーを上昇させ投射体勢に入りました。内蔵した処理用ロケット弾を投射します。この爆薬ブロックの爆発で地雷を爆破処理して戦車用通路を一挙に開設することができます。本日は実際の爆薬ブロックをおよそ4分の1に減らしたものを使用しています。戦車中隊長、こちら施設長隊投射成功、戦車用通路開設完了。こちら戦車中隊長、了解。中隊は三台用に向け攻撃する。こちら特化、前進支援射撃を開始する。特化部隊が中隊主力の攻撃前進を密接に支援するため、攻撃前進の速度や状況に合わせ三段山から二段山に対して射撃目標を次々と遠くに移動していく射撃を行います。弾着が移動していく様子をご覧ください。こちら特化、初段発射。初段弾着5秒前弾着今前進支援射撃開始。のもと、人丸式戦車小隊が畑岡地区に攻撃前進します。最後に
戦闘車か小銃小隊も戦闘に加入します。式戦車小隊が装甲戦闘車か小銃小隊の陣地変換を援護するため3の台および5の台に現れた敵に対して射撃します。続いて8級式装甲戦闘車が3の台および6の台の敵装甲車に対して射撃します。突撃を支援するため特化部隊および迫撃砲部隊が突撃支援射撃を開始しました。81ミリ迫撃砲が2の台を、特化画砲および120ミリ迫撃砲が2段山および3段山をそれぞれ最大発射速度で射撃します。突撃支援射撃の様子をご覧ください。最終弾弾着30秒前、こちら団長、了解。
無事共同団は引き続き攻撃し、二段山三段山を脱出する。戦車共同隊は二段山三段山を攻撃せよ。富士共同団は突撃部隊の突撃に引き続き、新たな戦車中隊および戦闘ヘリコプター AH-64D の先導により、ヘリボン部隊を戦闘に加入させ、空地一体となり戦果拡張を図ります。戦車共同隊は二段山三段山を攻撃の指数。